キンプリ・ナガセレンがネットニュースに感謝。福山雅春と、世界一石井かも・カズミ・イシーカ堪能自宅ツアーも。共演の、ラストマン、最大の爪痕。キングプリンスのナガセレン、24が10日放送のラジオ番組、<月>キングプリンス・ナガセレンのラジオ GARDEN、通称、ニワラジ、文化放送に出演。 4月クール放送のドラマ、ラストマン、全盲の捜査官 TBS 系で今日まさはる54と2人で食事に行ったと明かした。長瀬は、つい先日か。なんと福山さんと2人でご飯行ってきました、と切り出し、もともと僕がラジオとか番組とかで、福山さんと飲みに行きたいなみたいな話、そ,それがネットニュースになって、 福山さんがそのネットニュース見てメール送ってきてくれて、連絡してよって、ネットニュースから連絡くれて、とコメントした。続けて、そこから予定を立てまして、世界を食べさせていただいて、鴨肉やばかったあれ。思い出しただけで口の中に味が広がるようなかも。美味しい、あのかも。 まだ残ってるもんね、あの感動が、と話した。その時の食事、なんて言うんやろな。もちろんカモは今まで食べたことあるんですけど、俺が今まで食べたカモは何だったんだろうなあってぐらいのレベルのカモですよ、とし、カモってものが出てくる前の唐揚げみたいな、ネギが乗ってる唐揚げも、俺出た唐揚げなんだったろうなって。 全部が限界突破したレベルの食材をいただいて、と感動したという。さらに長瀬は、まずはビールで乾杯して、3時間ぐらいおったんかな俺とか俺あんまり飲まないんですけど、福山さんが赤ワイン持ってきてくださってたので、飲んでみたらそれもめっちゃうまくて、なんやこの時間ってなってた。俺ずっと幸せすぎて、 と当時の心境を振り返った。福山は話などもしっかり聞いてくれたといい、面白かった。目の前には今まで食べたことないような味の食べ物と、俺が飲めないと思ってたのにめちゃめちゃ美味しく飲める赤ワインと福山正春っていう都市、すごくないめちゃめちゃ幸せな時間でしたね。トイレ行く時間すらももったいなかったもんね。 笑いと嬉しそうに語った。長瀬の家の話もしたところ、福山からちょっと連連地行かせてよ。見てたいと言われ、福山が長瀬の自宅を訪問することになるという展開に。これに長瀬は、すごいよね、と笑い。福山さんにオレンジのルームツアーして、笑い。ここいいね、みたいな。 ここの部分いいねみたいな家のことも言ってくださって、と福山の口調を真似しつつ振り返っていた。続けて、俺、このマンション買おうかなみたいな。福山さんぐらいに言うことも楽々できるんやと思いながらも。すごい一日やったんよね。いつもより眠りがすんなり入ったもん。導入がすって、と冗談まじりに話した。 長瀬は、あの日は僕にとって今年、ナンバーワンに入るぐらい印象に残った日ですよね。しカかもで、<い>僕んちをルームツアーっていう笑い。トピック的にはだいぶ大きい日になりましたね、と。2023年でもトップクラスに印象に残る日になったという。長瀬が御礼のメールを送ると、まだまだ美味しいお店あります。 また行きましょう、と返信があったとは、う、次は俺何を食べれるんや。食べれるもん少なくなってきそうで、福山さんレベルのものを知っちゃうとね、とコメント。そして、楽しかったなぁ。年内行きたいと思ったけど、さすがにライブもあるっておっしゃってたから。っていう僕の中での日々の葛藤ですよね。お誘いしてもいいものかっていう、と語った。最後には、 ネットニュースに感謝よね。言ってくことを大事やなって思った。来年か。お忙しいっておっしゃってたんで。来年あたりちょっと声かけさせていただきたいなっていうふうに思います。次は何を食べさせてくれるんだろうなって気持ちです。と終始嬉しそうだった。リスナーからは。 ななななんと福山さんと二人でご飯と連連のルームツアー。すごい。今年一の印象に残った日になってめちゃ楽しそうに話す連連の声が聞けて嬉しい。<山>さんと二人で鴨料理食べて人生相談して安くんちにお持ち帰りした話を。本当に楽しそうに話してくれてテンション上がりまくりだね。 安くんが人生相談できるぐらい福山さんには信頼を置いてるんだろうね、可愛がってもらえて、よかったねまたネットニュースになってご飯行けますように、といったコメントが寄せられた。福山さんが主演を務めたラストマンでは、大泉洋さん、五十がバディ役、長瀬さんが三番手といったポジションでしたが、長瀬さんが演じた五道戦の活躍は想像以上に少なく、 さらに最終回の一話前には腹部を刺され、心停止に、一命を取り留めるといった具合で、前評判よりは地味な役どころとなってしまいました。ただ、福山さんは長瀬さんのことが気に入ったらしく、プライベートでも飲みに行く中に、ドラマ外では長瀬さんは大きな爪痕を残したと言えそうです。女性誌編集者、長瀬は7月29日放送の、 筋トレ、日本テレビ系でも、初に福山がウイスキーを持参してくれたというエピソードを披露していた。6月23日に行われたラストマンのプレミアム試写会でも長瀬さんは、お父さんの背中で、家族になろうよみたいになっちゃいましたね、と福山さんについて語っていました。二人で食事に行き、 ルームツアーまでする中になったわけですから、福山さんの再共演にも期待が高まりますよね。全土に庭らじでは、福山とのプライベートエピソードが長瀬の定番トークになる。長瀬は2024年1月クールのドラマ、厨房のアリス日本テレビ系にメインキャストとして出演することが明らかになっており、俳優業は相変わらず順調のようだ。